イサベル一世は、トラスタマラ朝のカスティーリャ女王。夫フェルナンド二世と共に、カトリック領王と称される。カスティーリャレオン王国の王ア案二世と二番目の妻で、ポルトガル王族のイサベルでポルトガルの長女として生まれた。イサベルの名は、祖母イザベルでバルセロスから受け継がれてきた名前であり、ポルトガル王家には他にも、同名の人物として、 13世紀に、アラゴン王家から、ポルトガル王、ディニス一世にと次ぎ、後に成人に劣せられた、イサベル・デ・アラゴンや、アフォンソ五世の最初の日イザベル・デ・コインブラ、マヌエル一世の姉イザベル・デ・ビゼウなどがいる。イサベルが3歳の頃に、父が崩御すると、イボアにエンリケ四世によって母、弟アルフォンソと共に追放され、不遇な少女時代を送った。母イサベルは、 その生活のため精神を患い、親子は苦労を強いられた。その後、子宝に恵まれなかった兄王に、ジョジ・フアナが生まれたが、父親が誰かという疑惑が生じ、多い継承問題が発生した。カスティーリャ貴族の一部はエンリケ4世を見限り、イボテーマイであるイサベルとアルフォンソを次の国王に、据えようとした。トラスタマラ朝のケーズ百六十四年、アルフォンソに、 アストリアス公の称号が送られ、さらに国王アルフォンソ12世として衰退する動きもあったが、一国に二人の君主がいる状況は内乱を招いた。この状態は1468年のアルフォンソの死によって終止符が打たれる。アルフォンソの支持者はイサベルを次の国王に据えようとしたが、イサベルは兄が生きている間は、 他の王をいただくべきではないと、兄の娘かどうか不明な不安なよりは、自身の多い継承順が高いことを示す、拒否の仕方をした。イサベル自身もポルトガルに、嫁がされようとしていたが、事前に、その危険を察知し、同盟相手として必要なのはポルトガルではなく、結婚相手としてふさわしいのは、地中海に、領海権を持つアラゴンカタルーニャ王国の王子。 フェルナンドであると結論を下した。アラゴン王家はカスティーリャと同じトラスタマラ家の同族であり、フェルナンドとイサベルは共にカスティーリャオフアン一世を曽祖父とする、また重子弟であった。かくして二人は密かに会い、結婚して国内問題に取り組んだ。1474年にエンリケ四世が没しイサベルは夫フェルナンドと共同で王位に就いた。まずは、 カスティーリャの王位継承問題に介入してきた、ポルトガル王アフォンソ五世と戦い勝利した後、カスティーリャ領内の反イサベル派を、北から南へ討伐していく。その中途の1479年、フェルナンドは、父フアン二世の死去に伴い、アラゴン王位を継承し、カスティーリャ・アラゴン連合王国、すなわち、スペイン王国が誕生した。 グラナダ陥落コロンブスの帰国1492年1月、南部に残っていたイスラム国家グラナダ王国を制圧し、約800年にわたったレコンキスタを完成させる。この間イサベルは戦場を奔走する夫を信頼し、軍資金や物資の調達に尽力した。このグラナダ陥落までの3年間、願掛けとして下着を変えなかったと言われている。 これにちなんで、イザベル色という色が誕生した。1496年には、ローマ教皇アレクサンデル6世によりこの異業が、称えられ、フェルナンドとイサベルは、カトリック両王の称号を授けられることになった。イサベルは、コロンブスの新大陸進出に援助を与えたことでも、知られる。熱狂的なカトリック教徒であったイサベルは、多宗教の民衆を執拗に追放。 殺戮し、また他宗教からキリスト教へ改修した民衆に対したびたび異端審問を行い、財産の没収、追放、処刑等を行っている。イサベル一世が築いた国の基礎はスペインに黄金時代をもたらした。イサベルとフェルナンドの時代をスペインの黄金時代と定義する場合もある。コロンブスをはじめ、たくさんの冒険家により、 新大陸が発見され、その土地とそこから産出される、様々な品により国は潤ったが、それをうまく使って、国を豊かにできる君主が現れなかったという、見方である。遺言を残すイサベル女王しかし、この時点ではまだスペインは一つの国ではなく、君主同士が結婚している状況であったため、イサベルの死後に相続問題が起きる原因になる。また、イサベルは、 自分が王妃ではなく女王でもあること、フェルナンドよりも年上であることを常に忘れなかったと言われる。フェルナンドとの子供たちは、イングランドやポルトガルなど、各国の王族と政略結婚をするが、多くは不運な人生を歩んだ。1497年、ハプスブルク家とは二重結婚を行った。フアン王太子が結婚早々に成去し、次女フアナは、 フィリップ美皇との夫婦関係に苦しみ、後に精神を病んでしまう。1498年に、長女イサベルが再婚後に、三熟死し、その維持ミゲルも1500年に溶接したため、時代の多いは、フアナの夫の家系であるアブスブル号家に受け継がれる、ことが、確定的になる。1501年11月には、末娘カタリナが、 イングランドのアーサー王太子と結婚するが、翌年4月に死別する。イサベルは、第二次イタリア戦争における、イングランドからの支援を期待し、カタリナをイングランドに留まらせた。1504年、第二次イタリア戦争での勝利を理由に、カタリナとアーサーの弟ヘンリー王子との再婚を、ローマ教皇ユリウス二世に非公開を条件に、許可させたが、すぐに、それを保護にして、 カタリナの将来におけるイングランド王妃の地位を確保した。1504年11月26日、バリアドリッドのメディナデルカンポの王宮にてその波乱の生涯に幕を閉じ、意外は遺言に従い、アルハンブラ宮殿のセフランシスコ修道院に埋葬されたが、後にグラナダ大聖堂の王室礼拝堂に改装されている。カスティーリャ女王の地位は、 フアナが継承したが、1506年にフィリップと死別すると、精神異常が顕著となり、1508年に父によって、幽閉された。1516年、フェルナンドの崩御後、イサベルとフェルナンドの孫カルロスが後継者となり、形式上は、核王号を保持するが、実質的には、スペイン国王として統合された。 フェルナンド二世との間に一男四女を設けた。現在のスペイン王家は、次女フアナと三女、マリアの血統にあたる。ありがとうございます。